アークも試してみないか。やらない。嫌なことはお前たちだけでやれば。じゃあいいよ、中にいいものがあったってお前には教えないからな。それでもいいんだな。構うもんか。中に何があろうと俺には興味ないね。勝手にやればいいだろ。わかったよ、そのことを忘れんなよ。アークはやらないってさ。それじゃあもう一度扉を押してみようぜ。いいか、せーの。え？なんだこれ。これ扉を押そうとしなくてもイベント発生するんだ。いやてか、どうだったか覚えてないんだけど、謎のなんか六角形みたいな軌道を描きながら中心に集まってるね。まばゆい閃光とともに何が待ち構えてる。あ、気失ってる。どうしたんだ。壺を後ろから誰かにぶん殴られたか。アーク、アクテパ、起きてよ、大変だよ。どうしよう、アーク。みんなこの扉の中に引きずり込まれちゃったよ。ザバー、メシウマ。だからやめようって言ったのに、長老さんが不意打ちである扉を開けようとするなんて。てか、長老がさ、もう、言っちゃっていいか。確かだけど、長老ラスボスだった気すんだよな。どうしよう、なんかね、そう、なんかこの部屋でさ、表のストックホルムだっけ？ストックホルムが、なんかクリスタルホルムの本当の姿だった記憶があるんだけど、なんかそこに行くと、なんか長老がいて、実はわしがラスボスだったんじゃよみたいな感じのことを言って、戦闘になるような、なんかそんなイメージが微妙に残ってるんだけどさ、俺の記憶違いか。なんか長老が、そういう、なんか重要なあれを言う気がするんだよ。長老とあとなんかこの後仲間になる仲間っつうかアドバイザーみたいな感じに出てくるヨミってやつがいるんだけど、なんか紫色の末蔵みたいなやつなんか空中飛ぶんだけどさ、これ何どうすればいいんだ。右なんかどうやれば次のフラグ立ったのか覚えてねえな。表の世界の涙、いや表の世界の涙っつうけど、このクリスタルブルーの世界、あ、寝ればなん、寝れるんだ。なんかイベント起きるわけでもない。ステータスってよ、あ、ステータスまだ見れないのか。画面止めることはできるらしいけど、ステータスはまだ見れない。何したらいいかちょっと教えてほしいんだけど、長老そろそろ帰ってきてほしいんだけど、まだ来ねえのかな。ちょっと長老知らない？君ってさ、子供たちには人気がある。うん、わかったわかった。もうその話は聞き飽きたわ。で、上に行っていいのかな。あー、やべえな、迷子になっちまったな。いやでもやることある程度済ましちまったからさ、L に話しかけるか。え、なんか L フラグ握ってそうじゃん。RTAZ とかだったらもうとっくに表の世界に出てるんだろうけど、もうクソトロトロしたプレイしてるからな。あれ、N いねえじゃん。どうしたの？誘拐された？拉致られたか？レイプされてんのか？え、なんだよ、L の隣の部屋で織物売ってるよ。でもなんで L のような子があんたみたいな乱暴者と仲がいいのかね。まあ、それはな、まあネタバレになるから言わないでおくわ。で、こいつ。あら、アーク、これから長老様に頼まれた織物を売るのよ。でも何に使うものなのか教えてくださらないの。来るべき時のためのもの、そうおっしゃっていたわ。どういう意味なのかしら。で、これでフラグ立てれば、まあ次どうにかなるんじゃないか。どうにもなんねえかな。え、他になんかフラグ要員の人誰かいたっけ。この4人姉妹は多分違うんだよ。寡黙だからな、あいつら。で、こいつはこの使用人。L なら下にいる。まあ、L の情報しか教えてくれない。で、下降りて、もう一回家入ったらなんか起きるかな。あの鶏になんかするとかそういうのはないはずだから。で、家入って、一回家に帰って、こじ開けれねえかな。畜生、押してもなんちゃらかんちゃら。これだけ押してもびくともしねえじゃねえか。中に入ったみんなはもう異世界に飛ばされて、わちゃ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 。なんか楽しいことやってんだろ。男3人でよ、よろしくやってんだろ。なんかメス行きとかしてんだろ。こいつは？セリフ変わんねえな。ネタとしても何も変わんねえからな。こいつは何？晩ご飯抜きよって。ちょっとそこにある壺持ってきてくれない？今手が離せないのよ。もう完全にフラグじゃねえかよ。これ、痛い、何すんのよってしかなんねえだろ。まあ、なんてことは、今日の晩ご飯抜きよ。投げるしかねえからな、これ。A ボタンで一度壺とか。持ち上げたらよ、下ろすっていう選択肢がねえんだよ。投げるしかねえからよ。もう完全に壺を手に取った時点で負けだよな。どうあがいてもよ、もう器物損壊して、プラス傷害罪の大負け付きだよな。あ、なんかかぼちゃ、どうしたの？このかぼちゃどうしたの？隠れされてるけど。ちょ、占ってくれ。ちょ、俺の次にする行動をちょっと教えてくれってか、俺のことよりも、長老がどこにいるか教えてくれ。
それぐらいできるだろ、こいつ。あ、災難の人が出てるよ。気をつけることね。いや、長老のことを教えてくれよ。このインチケペテンシ野郎がよ。どうすりゃいいんだよ、これ。あと、他に行ってねえとこなんてねえだろうが。ある程度、もう探索しただろう。もう十分、もう やることやっちまったぞ、俺は。変な遊び、そんな教えてねえしよ。こいつは相変わらず寝てんのか。なんかセリフ変わるような輩がどっかにいるんだろうけど、そいつを、まあ、探すことから始めないとどうしようもねえからな。お前はお前セリフ変わったか。セリフ変わってない。え、旗織り小屋、パン織り、パン小屋、パン小屋に行くか。パン小屋に行ったらなんか起きるかもしれない。斜めの部分って落下できないんだな。え、泉にはなんか泉のようなものが映ると。え、こいつはエルレイちゃんがお仕事終わったら、残念ながらエル社畜やからもう仕事終わんねえぞ。仲良しではない。で、こいつは相変わらずウサギ飛びしてんだ。え、この男の方といっぱい飛べるようになって。いや、俺もそんなに飛んでるわけじゃないからな。そんなよ、坂上二郎みたいに飛びますとかやってるわけじゃないからよ。これ歯車動かさないとフラグ立たないとかそういう系か。相変わらず無言だなお前。あ、これあれだ、 Y ボタンだY ボタンでダッシュだよ今さら気づいたけどよ今さら思い出した。これ Y ボタンだ。 Y ボタンを押しっぱなしでダッシュだ。 Y ボタン2回押すか、あるいは十字キー2回、それが条件か。で、パン小屋の機械を動かして、どうよ、これでなんか変わるんじゃない。何してるか、セリフ変わんねえな。元のセリフに戻っただけか。これでなんか変わったか。あー、いい、すごくいいな、これ。この屋上にいるニワトリってどうしたの、話しかけられないじゃん。こっちの小屋は。あ、プライムブルー、これ今関係ないだろ。プライムブルーなんてそもそも持ってねえしな。こいつはクリスタルブルーになんか映った。ここ来たっけ。あ、よろずやか、来てるわ。え、もう完全に罪だな。どうする、パート1か、もうパート2に入ってるかもしんねえけどよ。そもそも俺これ 何時ぐらいに、何時何分ぐらいからこの実況を撮ったのか覚えてねえから、どうしようもねえな。宝箱もいい加減開けたいんだけど、どうにかなんねえかな。どうにもなんねえな。マジでなんで出てこねえんだ、他の連中。やるべきことを全部終わらせたと思うんだけどさ。え、これもしかしてあれか、中の3人がさ入っちゃったらダメなのか。これ主人公がさあれなのか、主人公があの扉に興味全くないとかって言っちゃったせいで、あいつらが中に入って、本当は主人公がこの中に入ればイベント発生とかだったのかな。え、もしかして俺完全にこれやっちまった系か。やっちまった可能性あるなやっちまったのかな。え、これこのままちょ、あと10分ぐらいやって何も起きなかったらその可能性あるから。だってあんだけ選択肢出てくるってことはさ、やっぱ大事な選択肢だったんじゃないの。無茶してないでね、長老さんは心配なさってる。いや、その、うん、その長老もそうなんだけど、もう完全に積んじまったじゃねえか。どうすりゃいいんだよ、これ。やべえな、マジで。こいつらぐらいでしょ、話しかけてないのって。え、全員話しかけてんだけどな。そう、あちこち探索する必要があるよね、これは。ちょっとあまりにもぐだりすぎてよ、ちょっと攻略チャート見たわ。これ、壺当てればぶっ壊れるらしいんだわ。え、なんだ、ひびが入ったぞ。いやいや、最初からこんな難易度だったっけ。てか、当時の俺は、これ自分で発見してたんだよな。よく発見できたな。ざまみろ、アーク様にかかればこんな扉ちょろいもんさ。あれ、てか人いなかった。え、今人いなくなったよな。どこ行った。一瞬人が映ってたと思うんだよ。そうそう、お前今、画面から消えたよな。え、まさか、アークは中に入るつもりなの。やめなよ、危ないよ。なんで忘れちまったんだろうな。壺をぶつけるっていう RPG。 うわー、石化してる。おい、こんなところでどうしたんだよ。おい、てばなんとか言えよ。いや、まさかな、まさかパート1から攻略チャートに頼ることになるとは思わんかったな。
いやもう 10分15分ぐらいは町の人にまた話しかけて何もなかったから、あもうこれ諦めるしかねえやと思って攻略チャート見たわ。おいこんなところどうしたの、動いてばなんとかしろよ、どうなっちゃったんだよと、まあ混乱してたな、メタパリ食らったような感じの状態だ、助けて、こっから下ろして、どこにいんだよ、おお、こんなんだったっけ、え、なんぞこれ、ダメだダメだ、そんなんじゃ強い力と静かな心とかこの封印を解けるんだ、さあ心を落ち着けてそっとこの箱に触れてみてくれ、これ箱なのか、もうなんか言われてから一瞬で心落ち着くせて開けたみたいだけど、あ、ヨミ、そうこいつがヨミだよ、これヨミのテーマソング、うわー窮屈だった、助かったぜ、なんだこいつ喋ったぞ、もう喋って悪いかよ、これがこいつが言うには、これがそのこの携帯が全ての生き物の先祖みたいなポジションらしい、だいたいこいつってなんだ、ヨミっていうちゃんとした名前があるんだからな、なんだか変なのが出てきちゃったな、それで長老はさっきの箱をわざわざしまい込んでいたのか、残念でした、それはハズレ、あのじいさんはこの町の人がこの箱の中の世界に入ることを恐れたのさ、平和ボケしているこの町の人にこの箱の本当の意味なんかわからないからね、箱、そういえばあの箱はどうしまったんだ、寝ぼけるなよ、お前が持ってるじゃないか、あの箱の封印を解いた者にはあの箱の持ち主になる資格が与えられるんだ、これからはセレクトキー、メタ発言を、セレクトキーで箱の中を自由に行き来できるぜ、じゃあオイラがお前に箱の中を案内してやるよ、ついてきな、まあ、チュートリアルの解説をしてくれるってことだな、中央の部屋、もうこんな部屋だったな、どうだこれが箱の中さ、箱の持ち主は地上とこの中を自由に行き来できるんだぜ、なんかあれだな、ハンターハンターのノブのさインドアマンションみたいな感じだよな、それこれが宝石箱だぜ、魔法のリングや召喚のメダルはこの中に入るのさ、魔法の元になるプライムブルーの数もこの中で確認できるぜ、魔法を使いたいときは道具の小屋、道具の部屋でこの宝石箱を装備するんだな、あんま使わねえんだよな魔法はな、基本的にレベル上げて物理でぶん殴ればラスボス倒せるからな、これが戦いの手引き書だぜ、攻撃の方法がわからなければこれを読んでみるといいぜ、鏡か、これが強さの鏡だぜ、アークの攻撃防御、うん、それに現在の経験値を見ることができるんだぜ、これが設定メモだぜ、ここでコンフィグ設定を変えることができるんだぜ、これが地図だぜ、ダンジョンで見れば現在地が一目でわかるんだ、これが旅の手引き書だぜ、いろいろためになることが書いてあるから後でちゃんと読んでおけよな、いやー読まねえな、俺そういう説明書とか一切読まないたちだからな、次の部屋行くぜ、スギちゃんみたいな喋り方だよなこいつ、冷静に考えたらここは道具の部屋だぜ、手に入れたアイテムはこの部屋に置いてある、使うときは装備して X ボタンを押すんだぜ、ワイルドだろうとかって言いそうだよなこいつ、人にアイテム見せたいときはちゃんと装備して相手に話しかけてみなよ、うん、これ大事だった気する、これやんないとイベント進まないとかあったんだよ、どっか地上の世界に出て発展させる、なんか移民の街みたいなところあって、移民の街を発展させるために発展指数みたいなのがあったんだけど、その発展指数を鼻がムズムズする、その発展指数を高めるためにその移民のなんか物々交換とかさせて発展していくみたいな、そういうのがあった記憶がある、アイテムの説明が聞きたいときはアイテムの上で L ボタンを押しな、 L ここでも L が出てくるのか、オイラが説明してやるからさ、武器や防具の場合も同じだぜ、それとオイラの後ろにあるのがホールホル、ホールホルって何、ホルホルしてんのこれ、なんでむくっちまう空間さ、道具防具武器のどの部屋にもこのホールホルはあるからな、なんか捨てたいものがあればホールホルの前で声をかけてくれよな、次の部屋行くぜ、確か腕は金になるけど売らないこともできるのか、ここは武器の部屋ですね、まあアンインストールすることができるってことだよね、ホロホロすれば手に入れた武器はこの部屋に置かれるんだ、武器は装備しないと戦えないからなうわーこれこのセリフだよな、これ RPG やってる感がするよな、この武器は装備しないとダメだからなみたいな、装備するのを忘れるなよとかさ、ここで装備していくかいとか、ああいうセリフを聞くと、ああやっぱ RPG やってんな俺っていうのを実感するよな、次の部屋行くぜ、防具の部屋、ここは防具の部屋だぜ、手に入れた防具はこの部屋に置かれるんだ、ちゃんと装備すれば自分の身を守れるんだ、防具の装備も忘れずにな、大事なこと言ってるな、次の部屋行くぜ、これはあれだよ、もうソウルブレーダーとかガイア幻想儀にはあんまりなかった説明を事細かにしてくれてるよな、いやでも一番最初のあの壺で扉ぶっ壊せるっていう説明はもうちょっと丁寧にしてほしかったよな、さあこの箱の中を自由に見て回ってこいよ、ってか
あれだよな、丁寧にしてほしかったっつうか、誰一人としてはこの箱を扉にぶつければもしかしたら壊せるんじゃねえかみたいなヒントをくれなかったよな。もう完全に自分で気づかなきゃいけないみたいなさ感じだったよな。あれもし選択肢をさ、なんかなんだろう、主人公も興味があるみたいな風に してればちょっと会話の内容とか変わって壺をぶつけてみたらいいんじゃないかみたいな提案されてたのかな。多分今までにない選択肢を選んだと思う、今回のプレイに関しては。この箱の中を自由に見て回ってこいよ。そうそう、武器の部屋へもう一度行ってみるといいぜ。ずっとオイラとこの中でこの箱を開けてくれるやつを待っていたやつがいるんだ。アークならあいつと気が合うと思うぜ。どういうこっちゃ。武器の、ちょっと狭いな、この部屋。この宝箱は、開くの開かないね。で、話しかけられないんだ、ここでは。で、武器の部屋、これほうほうほう。そっくりさんか。なんだこれ。あ、違う、これ調べればいいのか。アークよ、この箱を開けし者よ、私の声が聞こえるか。私はこの箱の中で私を意のままに操れる者が訪れるのを待っていた。人は知恵を持った時初めて私の存在を知る。ってことはこれ、遠回しに今このアーク以外の人は知恵を持ってないっていう風にバカにしてるよね。私を操るようになり、やがてその力を増し世界を広げていく。そして時は同じように巡る。かつてそうした者がいたように、お前は箱を開き私と会った。私を手にする勇気があるか。ない。お前も所詮は平和にうつつをなくすこの町の人間の一人か。え、はい、選ばなきゃダメなのか。あー、なんか同じセリフいや、もう2回目だよ。いや、知ってるから、そのセリフを言わなくても、私を手にする勇気あるってある。ならば私を手に取るがいい。お前の心の赴くままに。赴くままにっていう風情のあるなんか言い方だよな。おっ、て音楽もこの天地創造やってる感あるよね。へへ、アークはそいつに気に入れられたようだな。と、アークにお客さんが来たみたいだな。箱の外に戻ろうぜ。このタイミングで客人かよ。うわー、エルだ。アーク大丈夫なの？アークはここに入ったって聞いて。てか、なんでこいつ石化しねえんだよ。やっぱエルはやっぱ特別な力持ってる人間だから石化しないってことだよな。キュア、何これ。チェ、これってのは随分なご挨拶だね。まあ、主人公3人が揃ったような状況だよな、これ。俺もわかんないけど、悪い生き物じゃないみたいだぜ。それより、エルこそどうしたんだ。わかんないわ、アーク、私怖いの。なんかとても怖いの。何かが動き始めているような、そんな気がするの。それがとても怖いの。だからお願い、一人にしないで。説教すんじゃ、おお。エル、エル、一体どうしたんだよ。やい、お前エルに何をしたんだ。おお、怖っ。でも今頃、ま、この町の奴らみんなそうなっちまってるよ。なんだよその絵は。あ、これあれか、読みのセリフか。俺が悪いんじゃないぞ。俺はあの箱の中に閉じ込められてただけなんだ。お詫びと言っちゃなんだけど、いいことを教えてやれよ。その子を元に戻す方法さ。これね、地裏の読みと、あと地上の読みっていうのもいるんだけど、地上の読みはなんかもうちょっと残虐な性格だった記憶がある。この狭い町を出て自分の住んでいた世界を確かめてみるんだな。お前にあの箱は託された理由が分からずだぜ。じゃあまたな。でしょぼんとなって消えて、しょぼんともなってないけど、おい、どういう意味だよこの野郎、逃げる気か。引き逃げされたような感じのセリフを言って、エラ、なんか言ってくれよ。一体何がどうしちまったんだよ。私気になりますって言ってくれよ。そうだ、長老だ。元だと言えばあの箱はあのじいさんが閉じ込めてたんだ。あのじいさんならきっと何か知ってるに違いないぞ。ってことで一回ラスボスに会いに行くか。確かラスボス、なんかラスボスだったか、ラスボスのフラグを握ってたか、すげえ重要な参考人なんだよな、あいつ。でもいないよね、多分。まあ、宝箱どっかでちゃんと物色。宝箱すら開けられねえよ、よしけてんな。最後の鍵ぐらい置いとけやな、長老なんだからよ。あ、いるじゃん。おい、ちょっと宝箱くれよ。おい、これはどういうことだ、説明しろよ、ジジイ。この大田家がこの事態を招いたのはお前なんじゃぞ。わしがあの扉を開けてはならんと言ったのは、このことを恐れたからじゃ。だが、町の者たちをこのままにしておくわけにもいかぬじゃろう。町の者を元に戻したいか。どっちでもいい。じいさん、知ってんならあんたがとっとと何とかしろよ。なんじゃと、まったく見下げたやつるじゃ。まあ、それもよかろう。わしは部屋に戻るぞ。その気になったらいつでもわしの元に来るがよい。これ今回よ、実況だから全部なんかクソみたいな選択肢選んでってよ、どういう風になるか検証していこうぜ。
もうなんかそういうなんか縛りプレイにしよう。クソ縛りみたいな感じでよ。気が変わったのか？どっちでもいい。だからジェイさん知ってんならちょっと何とかしろよ。本当に見せかけたやつじゃ少し頭を引いた。これ100回ぐらいやったらどうなんの、ね、だからジェイさん知ってんならちょっと何とかしろよ。なんちょっと本当に見下げたやつじゃ少し頭を冷やせ。セリフ変わんねえから3回もう2回ぐらいやるか。もう2回ぐらいやってセリフ変わんなかったらちょっと諦めるか。これによってなんか、なんだ、街の人の好感度下がって、あれだ、あのマリオ RPG のリップルタウンみてえによ。なんか一番最初に人質、村の人質を解放したらフラワーギフトがもらえて、3回ぐらい人質返すの拒んだら1コインしかもらえないみたいなのがあんだけどさ、そんな感じの展開になるのか。これこんな感じでずっと否定し続けたら、もうさすがに承諾するか。イベント進まねえじゃん。これ助けたいよ、じいさん。方法知ってんなら早く教えるよ。ならばアーキよ、町の外に出るがいい。5つの塔がお前を待っておる。町の外？町の外ってそれに塔って何のことだ。すでに門は開かれた。お前に皆を元に戻すことが果たしてできるかろう。じいさんの声って安定しねえよな。どういう風に出したらいいか分かんねえからな。で、一旦セーブするか。セーブしてもうこれはいいんじゃねえか。これもうパート2やっていいぐらいの時間。まだ39分か。もうちょいやるか。もうちょいやろう。録画時間もちょっと一回確認するか。録画時間結構経ってんな。あー、まあいいや、やめよう。次回、パート1とパート2、結局この村から一本も出てねえけど、この辺で終わるわ。記録して、次回、塔に行ってみるところから始めようとするかな。よし、じゃあこの辺で、およ、あ、てかこれあれか。セーブした時にさ、家をして、もう休む、ではゆっくり休むが良いみたいな、そういうセリフ出てこないんだな、これ。今回のシリーズからは。なんかあれだよね、なんか新しくなってるよね。っていうことで、まあこの辺で区切るか。ってことで、次回に続く。